アズマックスです。まあタイトルにもある通りなのですが、本日、ちょっと未明、まあ夜中の3時くらいかなくらいに私、救急車で搬送されました。ちょっとこれに関して、まあこれに伴いましてなんですけど、本日、まあこの動画を最後に、1月の29日まで、まあ YouTube の方の活動をね、お休みさせていただこうと思います。ちなみに、TikTok もね、それに伴い1月中はお休み、さらに配信の方はね、一応26まではね、休もうと思います。なんで明日、まあ今日かな、今日と明日の2日間は、もう完全に、まあアズマックスとしてちょっと2日間だけお休みにね、させていただこうと思います。ちょっとこの運ばれた経緯に関してなんですけど、まあ私がちょっとまあ、昨日かなの夜にちょっと体調が悪化しまして、で、その後、まあちょっと、まあ嘔吐したりとか下痢をしたり、あと歩きなく、ね、ちょっとまあ歩いたりも立ったりね、できなくなってしまったんで、ちょっとそれでね、ちょっと救急車を呼ばせていただいて、ちょっと、まあ、救急車でね、ちょっと運ばれたって感じなんですけど、結局ね、胃腸炎と、まあ、ちょっと脱水ということで、皆さん、冬の脱水、ね、今回ね、僕はかなりその冬の脱水っていう、脱水と胃腸炎が重なったって形だったんですけど、まあ、冬もね、ほら、冬って寒いから、結構ね、飲み物って飲む機会がちょっと減ってしまう、夏に比べてね、減ってしまうんですけど、まあ、今回僕結構その脱水があって、ちょっと、まあ、採血とかがしにくい状況までなってたので、皆さんもぜひぜひ、まあ、ね、気をつけていってください。ってことでですね、私、今日、まあ、この動画を最後に、まあ、YouTube は、29日まで、で、TikTok は一応まあ、1月中か、もうちょっと早くにね、復活するかもしれないですけど、とりあえずそこまでね、お休みさせていただきます。で、今日のちょっとこの動画なんですけど、あまりちょっと編集はせずに、もうそのままパッて出します。もう、今日一応ね、入院はせずに、今こっちに帰ってこれてはいるとはいえ、まあ救急車運ばれた当日なんで、まあ一応ね、病院側からは、まあ、体力が回復したらもうすぐ仕事復帰していいよとは言われてるんですけど、まあ一応大事を取って29日まではね、ちょっと YouTube の方は。まあやっぱほら僕って本来がライバーなので、まあどうしてもね、その編集っていうのに関しては他の YouTuber さんと比べて僕、やっぱまだまだね、慣れきれてないっていうところが、ね、どうしてもあるから、ちょっとそこがね、体の負担とかになってしまうかもしれないんで、とりあえず、29日まではね、もう YouTube ショートの方も、完璧に停止させてお休みさせていただきます。ということで皆様、ちょっとまあしばらく、まあしばらくって本当ね、数日間の間ですが、私ちょっとアズマックスはね、 YouTube の方針を停止させていただきます。また1月30、まあちなみに1月30日の動画なんですけど、まあもうこれもね、内容は決まってて、まあまだ撮れてはないんですけど、まあちょっとアズマックスとしての、まあ、重大な発表が、1月30日になります。ということなので、ぜひぜひ1月30日の動画をね、見ていただけると嬉しいです。ということで皆様、まあ皆様のね、まあ僕結局ね、コロナではなかったんですけど、皆様のね、今コロナとインフルエンザの同時流行とかがね、流行ってますし、まあ僕今回はね、1兆円と、あれだかな、1兆円と脱水だったんですけど、まあ皆さんね、体には気をつけてお休みください。それでは皆さん、せーの、アディオス。僕の動画見てくれてアデオス。チャンネル登録、高評価、お願いします。では次の動画の一つの、せーの、アディオス。キラキラ、次の番組で、バイ。